しゃべくりジャパン、よろしくお願いします。お願いします。いのりんからお願いします。はい、いのりんこと橋本いのりです。よろしくお願いします。 4L サイズのお洋服を着させていただいております。はい、お願いします。イエーイ。はい、 4L モデルのマーサです。こちらでゴールドジャパンさんでブログも書いてます。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。はい、ライターさんです。はい、ファッションのコラムを書いてくださってます。はい、で今日のテーマなんですけど、今日はちょっといつもダイエットとかするんですけど、置き換えダイエットについてみんなでどんなことしたかなとか聞いていきたいと思います。はい、お願いします。はい、はいはい、今回ね、一応昨日からストーリーの質問も、置き換えダイエットって甘い系が好き、スープ系が好きってやったら、結果がどうでしたっけ。あ、そうですね、スープ系が、スープ系が、うんうん、7割、うん、7割スープ系でしたね。はい、2人したことありますか、置き換え。あります。あります。はい、私もあります。どっちが好きですか、甘い系とスープ系。スープ系やったことないんですけど、うん、絶対今やるってなったらスープ系です。うん、なんか食べ応えありますね。私もスープ系で、うん、脂肪燃焼スープっていうのが流行ってて、はい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 、それを1週間やりました。どうでした。すごい落ちました。一気に5、6キロ1週間落ちて、すごい、はい、ただ戻るのも早かったんですけど笑っちゃったとか言って、すごい、ね、やっぱスープ系とかの方が何ですかね、食べ応えがありますよね。私がやったことあるって、うん、結構ずっとぽっちゃりしてたので、小学生の時とか中学生の時とかすごい気にしてて、うん、でなんかこう手軽にできるものとしてバナナとか、うん、あと普通に単純なプロテイン、あ、プロテイン、そう、うん、すごくやってたんですけど、うん、甘いっていうのと、私はバナナが嫌いっていう、めっちゃ流行りましたよね、バナナが流行りました。だから朝をバナナに置き換えでやってたんですけど、それと置き換えていますよ。行きます、ね、行きます、置き換えてやってたんですけど、もう全然普通に食べれなくて、あのバナナと水がいいんでしたっけ、バナナと水を一緒にこう、おお、そうなんですか、はい、なんかこうお通じも良くなるから言っていますもん、ね、はい、バナナ嫌いなんで無理。ああ、もう脱落ですね、はい、そう、でもこの DHC のスムージーでやったんですよね、はい、私だからそれがなんかすごい一番流行ってて、DHC のスムージー流行りましたよね。流行りました。あの、多分時期に多分やってたんですけど、なんか結構芸能人の人が CM とかしてて、なんか友近さんとか、なんかお笑いの男の人、山ちゃんとかもやって、山ちゃんもやってましたね。なんかその人たちが痩せるのを見ると、ちょっとついやりたくなる。確かにこう身近な、なんかよく目にする芸能人の方とかがやられてたら気になりますよね。なんで続けられなかったんですかって、 DH スムージー、単純にご飯朝食べないと学校とか行ってその間食ができないじゃないですか、うん、中学校とかだと、うん、高校生になるともう自分の好きなタイミングで好きなものを食べれてたんですけど、うん、中学校までってお昼まで食べれないので、これ無理だなお腹が空いちゃう、はい、あのスムージーだけじゃ、はい、であと置き換えちゃってるっていう意識があるので、うん、食べてないみたいなモードに入っちゃうんですよね。あ、それがすごい辛くてやめちゃいました、うん、そうですよね、なかなか続かないですよね。ちょっと続かなかったですね。そう、やっぱ1週間限定とかだからできたんですか、マーサさんの。そうですね、1週間限定プラス当時のこう職場内とかでも流行っていて、じゃあ一緒に1週間だけやろうっていうのでできたと思います、うん、これが一人だともう誰かにご飯行こうって誘われたらもうそこでやめちゃったりだとか、うん、ほんと豆腐のような意思だったんで、なんかやっぱその帰るにしても、そのあまりお金が朝食べないタイプの人とか、うんうんうん、まあ、あとその仕事ではジムしかしないから、うんうん、その動かないから、まあ、別にお腹空いてもみたいな感じの人だったらいいかなって思うんですけど、うん、その学生とか動く系の人にはなんかちょっと私は
あとしっかりしたい、あの学生とかも頭に脳を働かせないといけないと思って、しっかりと、ですから朝やったんですよね、なんか朝やったんですかね、朝がいいみたいな、多分なんか暑かったんですけど、ね、そう夜、うん、あ、じゃあ夜は普通にされて、朝だけ置き換えしてっていうので、はい、そうなんですよ、結局あんまり痩せずでした。一瞬痩せるんですけど、あでも最終的には全然、うん、まあ、リバウンドどうしてもしやすかったりしますよね、うん、こう走って決めてしまうと、うんうんうん、一番自分が必要なと思ったのは、うん、なんか全部ブロッコリーにした時ですね。ブロッコリー全部朝昼晩、はい、ほぼ全部、それは味付けとかどうなんですか。あ、もう塩で、塩、あ、全部塩、朝昼晩ブロッコリーに塩、それやっぱ根性ですよ、すごいですよ、本当に痩せて、え、めっちゃ痩せたんですよ、その本当に、でも、はい、なんか急激に痩せすぎちゃって、ほぼがこけちゃうなんか痩せ方しちゃって、すごい、太ってんのにほぼだけやつれてるんですよね、それやつれになっちゃって、うん、でなんかもうアイスなんか食べたい時とか氷食べたりとかしました。それ結構過酷な、その時が一番、いやすごい、なんかアイドル始めたてで、その細いグループだったんで、痩せろみたいな圧がすごくって、そう、それでやってましたね、ああ、うん、本当に高校生だと思うんですけど、やっぱアイドルたるものって感じを今聞いてバーってなってます。え、でも言われたんですか、痩せてって。え、お母さんに言われたんですよ。めっちゃ言われたから、なんか、そう、なんか事務所じゃなく、あ、違う違う、事務所の方がお母さんに連絡して、私と毎日会ってるのにわざわざ会ってないお母さんに連絡して、なんか PV なんか撮った時に、なんかやっぱ日焼けちゃっとぼっちゃりしてるから、なんかかわいそうだなって思ってから、やっぱ痩せろって言ってくださいみたいな、言われたよって言われて、なんかそれがすごい傷ついたんですよ、うん、メンタルやられますよ、直接言ってればいいじゃんみたいな、なんかあえてお母さんに言うところがと思って、ちょっとこう回りくの方ですね、まだ直接の方が傷つくのが少しはあるけども、カルパスカジカジしてました、あの本当に食べたい時とかは、なんかカルパスってなんか味濃いじゃないですか、うん、あれもなんか本当にあんなちっちゃいのをずっとなんか、なんかもう本当舐めてるんじゃないかわいそうで言ってました。じゃあ今日もお二人盛り上がってくださってありがとうございます。はい、じゃあまたイノリンは毎月今後1回インスタライブ来てくださるように頼んで、結構で来てくださるのでよろしくお願いします。また10月のあのイノリンの日も見てください。マサさんもぜひまた来てください。またよろしくお願いします。ずっとメロメロだはい、では今日はこの辺で、おしまいになります。はい、ありがとうございます。